ご紹介いただきました近藤です。普段は滋賀九条の会平和委員会のメンバーとして活動しております。今日は2024年4月14日ですが、岸田内閣による安保3文書の閣議決定以降、17ヶ月が経過しました。この間ロシアのウクライナ侵攻やガザでの虐殺があり、これらを口実として軍事費の拡大が続いています。2023年度の防衛予算は6兆8219億円、2024年度が7兆9496億円と、いずれも過去最高を更新し、異常なスピードで大軍拡が進んでおります。他方改憲の動きは、改憲派が多数の国会の下で憲法審査会の開催を強行し、緊急事態条項の導入や国会議員の会期延長などを入り口として改憲論議の突破口を開こうとしています。幸い裏金問題で自民党への信頼は地に落ちていますが、油断はできません。選挙で多数を占めることがあれば、みそぎは済んだとして改憲が強引に進められることは明らかだろうと思います。裏金問題の好機を利用して自民党の政治を変えることができるかどうか、ここ1、2年が憲法9条が守れるかどうかの国民運動の正念場だと考えております。さて今日は大軍拡、大増税、改憲は許さないということで、4つの論点からお話をさせていただきたいと思います。第1は安保3文書の中身、第2は台湾海峡有事をめぐる議論、第3は大軍拡の財源問題、第4は今後の運動の展望についてであります。議論は多岐にわたりますが、時間の都合で一部省略してお話しすることになると思いますが、ご了承ください。安保3文書に行く前に、安保3文書が作られてきた背景を少し確認しておきたいと思います。重要な背景として2つあります。2014年7月の集団的自衛権の行使容認へと転換した安倍内閣の閣議決定、そして2015年の9月の安保法制の成立、この2つがあることはご存知の通りです。この2つの転換は、私はクーデターに匹敵すると思ってますけれども、これによって日本の平和主義は大きく転換し、自衛隊が自衛のための個別的自衛権の行使だけではなく、同盟国の軍隊と一緒になって海外に出かけていくことも法的には可能となりました。そして集団的自衛権を行使する、言い換えればアメリカと一緒になって海外で戦争するために侵略的兵器を揃え、軍隊を再編し、ミサイル攻撃にも耐えられる強靭な司令部を作る等々のために、お金が必要だということで大軍拡が行われているというのが現状だと思います。これは防衛予算の推移を長期的に見たものですけれども、安倍政権が成立する前には防衛費は10年間連続的に低下傾向にありました。これは憲法の平和主義が曲がりなりにも守られ、軍事費を GDP の 1% 以下に押しとどめるべきだとする強い意志が働いていたからだと思います。ところが2013年以降、軍事費抑制のタガが外れ、軍事費は増税へと転換し、じりじりと増大していき、2016年には5兆円を突破し、
2023年には前年度比 26.3% の増加、2024年度には 16.5% 増加と史上最高額を更新しています。安倍政権時代の軍事費の増税への転換、岸田内閣による2023年24年の大軍拡は日本の平和主義あるいは日本の戦後の日本の形を歪める異常なものであることを確認して次に行きたいと思います。第一章安保三文書です。岸田政権は2022年12月16日安保三文書を閣議決定しました。これによって今後5年間で43兆円、高年度負担を入れると約60兆円、国民1人当たりにすると50万円もの大軍拡に乗り出しています。そのことを、明らかにしているのが安保三文書なんですけれども、この安保三文書は3つの文書からなっております。第一は、国家安全保障戦略と言われるもので、この安保、日本の国の安保政策の最上位にあたる文書になります。これは現下の国際情勢を分析し、どの国が日本にとって軍事的脅威となるのかということを書いております。この文書は内閣府が作成いたします。アメリカではホワイトハウスが作成します。2番目は国家防衛戦略と名付けられた文書で、敵と戦う場合にどういう戦術や作戦で戦うのか、その際充実しなければならない装備や体制はどうあるべきかといったことを書いているのが国家防衛戦略であります。この文書は日本では防衛省、アメリカではペンタゴンが作成いたします。そして3番目、第3に防衛力整備計画と言われる文書があります。この文書は今後10年間あるいは今後5年間程度を見渡して、陸海空各軍隊の中でそれぞれどのような兵器をいつまでにどれだけ配備ないし開発することが必要かという工程表を示しているのが防衛力整備計画であります。これらの文書の中で一番注目すべき点は、一体我々の敵はどこの国か、我々はどこの国と戦わなければならないのかという点ですけれども、この点について安保三文書の国家安全保障戦略には次のように書いてあります。現在の中国の対外的な姿勢や軍事的動向等は、我が国の平和と安全及び国際社会の平和と安全を確保し、法の支配に基づく国際秩序を強化する上で、これまでにない最大の戦略的な挑戦であり、我が国の総合的な国力と同盟国、同志国等との連携によって対応すべきであるというふうに書いております。要するに、安保三文書の言わんとすることは、中国を主敵とし、これと戦うために戦略や軍備を整えようという、そういう文章なのであります。しかし皆さん、これは本当なんでしょうか。つまり日本は現在輸出輸入の最大の相手国はアメリカではなくて中国であります。言い換えれば日本にとっての一番のお得意さんである中国、14億の国民を抱える中国、漢字の母国であり日本とは数千年にわたる交流を続けてきた中国とことを構えるということを意味しています。
ちなみにこの日本の安保3文書はアメリカの焼き直しと焼き直しであります。国家安全保障戦略も中国、ロシア、北朝鮮を敵として見て、それを専制国家対民主主義国の戦いであると書いております。そして国家防衛戦略には抑止力論の立場に立ってミサイル防衛や統合防空ミサイル防衛を進めると書いてあります。また防衛力整備計画では超音速滑空弾、極超音速巡航ミサイルの開発等々が書いてあります。そしてアメリカの予算規模は、単年度2024年度のみで、約122兆円であります。日本は5年間で60兆円ですから、1年で12兆円ぐらいですから、まさに10対1ぐらいの軍事費の差があります。なぜ中国と戦争しなければならないかといえば、結局中国は民主主義を守らない、法の支配に逆らっている、我々とは違うから気に入らないというわけです。よその国が自分の思い通りにはならない、自分とは違っている、だから攻撃してもいいというのは帝国主義、覇権主義の身勝手な論理ではないでしょうか。安保三文書はアメリカの安全保障戦略の焼け直しなんですけれども、その中に IAMD インテグレイティッドエアミサイルディフェンス、統合防空ミサイル防衛という言葉がしばしば出てきます。例えば国家防衛戦略には次のように書いてあります。我が国の防衛上必要な機能能力として、まず我が国への侵攻そのものを抑止するために、遠距離から侵攻能力を阻止排除できるようにする必要がある。このためスタンドオフ防空の防衛能力と統合防空ミサイル防衛能力を強化するんだと書いているんです。ここで少し立ち止まって軍事的な背景について説明したいと思います。安保三文書がなぜ必要になったのか、おそらくその背景にはアメリカが従来進めてきた政策、これをミサイル防衛構想、BMD 構想と呼んでますけれども、これがミサイル技術の高度化により不十分となり、新しい戦略が必要になったのだと私は考えています。言葉で言えば、ミサイル防衛 BMD から統合防空ミサイル防衛 IAMD への転換、あるいは進化が必要になったというものです。 IAMD は比較的新しいもので、2020年ぐらいから出てきたものだと思います。これが古いタイプのミサイル防衛の考え方です。つまり特定の発射基地から弾道ミサイルが発射される。弾道ミサイルはブースター段階、ミッドコース段階、ターミナル段階を経て敵のターゲットに、向かっていきます。これをそれぞれの段階に対応してイージス艦や PAC-3 パトリオットシステムといったもので撃ち落とすという考え方です。しかし実はこのミサイルでミサイルを撃ち落とすというやり方はいろいろと問題があります。まず迎撃率は 50% ぐらいだと言われています。また現在のミサイルは固定的な発射場から発射できるのみでなく、鉄道や車に乗せて発射できる、つまり移動式で発射することができます。
また航空機や潜水艦に搭載して発射することも可能であります。つまりミサイルの発射がどこでどう行われるかを特定することが大変難しくなってきております。またミサイル自体が超高速で飛んだり、弾道を軌道を描いていくだけではなくて滑空するミサイルもあったり、水平方向や垂直方向に変則的に移動することもできる、このような状況になってきております。で、こうした複雑な動きをするミサイル攻撃に対応するには従来の BMD システムではダメであって、衛星システムを使って敵の発射情報、事前情報をその収集能力を高めるとともに、陸海空宇宙サイバーなどの軍隊組織を一体として運用する、しかもそれを24時間監視を続けていく、こういう軍事力のハイブリッド化が必要になってきたというわけです。そしてさらに最も確実に自国の安全を享受するためには、自動的にミサイルを迎撃するのみではダメであって、敵地の外からミサイルが発射されるその前に敵の基地や司令部を叩くことが最も確実だということになってきたわけです。ここからスタンドオフ防御という考え方が出てきました。スタンドオフというのはラグビーの用語でも使われてますように、スクラムから遠く離れたところにいる役割を担う人ですね。これは遠く離れたという意味であります。で、防御というのは単なるレトリックでありまして、実態は先制攻撃です。安保三文書によって日本の自衛隊はスタンドオフ攻撃型の軍隊に変質しようとしています。そのことによってこれまでの日本の防衛戦略は大きく転換することになります。これまで専守防衛を掲げて敵の領域に攻撃をかけることはしないという立場でした。ところがこの新しい安保三文書によって、場合によっては敵基地に攻撃を加える、先制攻撃も辞さない、そして中国を敵国と規定し、台湾海峡問題に国として介入していく、そして軍事的介入も含めて、考えていく、こういう道に公然と進んでいくということを、宣言したわけであります。これは日本の安保政策の大転換であり、安保三文書の中にも、自分たちの今やっていることはこれまでの日本の防衛政策を大転換するものだというふうに自覚を持って書いております。で、どれだけこの軍事費大軍拡を行うためにお金がいるかについては防衛力整備計画に書いてあります。まず総額では今後の5年間で43兆円を投入するというふうに書いてあります。ただし、軍事費はですね、単年度で完結するだけではなくて、修理や訓練やさまざまな高年度負担というものがありまして、もうすでに現在の段階で、16.5 兆円の期間外歳出というものが決まっております。これを合わせると結局軍事費は60兆円がすでに決まっているというふうに考えていいと思います。ではこれだけのお金を用意して何を買うのか、それが、2023年から27年度までの期間において、開発や購入を計画しているのは大体こういうものです。 IAMD の中心となるのは
長射程のミサイルであります。その購入や開発の計画がこのように計画されております。ただミサイル開発は容易ではなく、その成功確率は 25% 程度だと言われております。そうすると4分の3の国費が無駄になる、そういう危険性、可能性もあり得るわけです。この統合防空ミサイル防衛構想の中核となる兵器が射程 1600km 超のトマホークであります。東京から撃てばウラジオストックや大連に届くと、あるいは上海に届くというふうな範囲で、侵略的な兵器が、使われる可能性があります。それから一人式地対艦誘導弾と言われるのは、現在、200キロ程度の射程しか持たない兵器を、これを900キロ、1500キロへと長距離のミサイルに改造しようという計画が進んでおります。主契約者は三菱重工業であります。そして、それ以外には衛星コンステレーションと言われるものがあります。これは小さな人工衛星をたくさん組み合わせて運用して敵の情報を正確に収集するという、そういうものです。こうして2023年度の軍事予算、2024年度の軍事予算はこれまでの傾向を大きく超える大軍拡予算となって、日本の防衛の姿を変えつつあります。で、この岸田内閣が行った安保三文書のによる大軍拡というのは一体どういう意味を持つのかということを整理しておきます。一つは自衛隊の性格が変わってしまうということです。専守防衛を捨ててスタンドオフ攻撃能力の保有ということに進んでいきます。わかりやすく言えば、災害救助の自衛隊から戦う軍隊へと変質していくことになります。それからこの安保三文書は日本の防衛のためではなく、アメリカの戦略に従って同盟軍として中国の包囲網の一翼を構成する、集団的自衛権の行使という立場から、中国の包囲網に協力するという形になります。ですから、アメリカの戦争に巻き込まれていく可能性が高まるということになります。まとめて言え、一言で言えば、日本は平和憲法の条文を変えないままで実質的に戦争ができる国へと、国づくりへと舵を切ったということになります。しかしここには大きな問題があります。まず第一は、なぜ日本が中国を敵視し、中国と戦闘状態に入らなければならないのかという理由が十分に国民には説明されていません。安保三文書を読んでも出てくるのは、国際安全環境が複雑に変化したとかいうだけのことであります。そんなようなことだけでは我々は戦争に突っ込んでいくことは理解できない、騙されないという思いであります。それから、なぜ中国の内部問題である台湾の問題に介入する必要があるのかという理由も明らかにはなっていません。民主主義と法の支配を守るというふうに言ってますけれども、公文書の改ざんという違法なことをやった官僚が国税庁長官に出世するような国で、民主主義だとか
法の支配を守るとか、そういうふうな大義名分を掲げて戦争を仕掛けるというのはちゃんちゃらおかしいと思うわけですね。そして2番目に、これまで守ってきた憲法9条の日本の平和主義、これを潰すことになるんではないか、憲法との制約はどうなるのかという問題も放置されたまんまであります。そして大軍拡がむしろ軍拡競争につながって戦争を呼び込んでいく、そういうことになるのではないか。外交努力を進めていくべきなのに、外交をないがしろにして軍事でことを解決しようとする、そういうふうな誤った道に進んでいくのではないか、まあ、こういったことが心配されているわけであります。第2章、台湾海峡有事。アメリカは台湾有事ということを盛んに煽っております。例えば2021年3月にはデイビッドソン米軍インド太平洋司令官は、中国は向こう6年の間に台湾に武力侵攻する可能性があるなどと言っております。台湾有事というのは、中国は共産党の政権でない台湾を自分の領土にしたいという、そういう野心を持っているに違いない。だから軍備を増強して武力攻撃、武力侵攻の機会を伺っている。で、武力で領土を広げることは国際法で禁止されている。アメリカは国際法を世界に守らせるために、そして世界の民主主義を守るために戦うんだ、日本もそれに付き従え、ということで中国の台湾侵攻が起こりだろうから、日米共同で武力をもって阻止しようという、そういう考え方であります。で、実際にアメリカは、2022年度の会計年度国防予算で、この太平洋抑止イニシアチブに、5600億円を投入すると、あるいは地上発射型ミサイル網の整備に5年間で29億ドルを投入するというふうなことを言っております。また、統合参謀本部の議長はですね、アメリカは、沖縄から九州沖縄から台湾フィリピンを結ぶこのラインに従って対中包囲網のミサイルを構築するんだ、でその配備先としては日本を有力候補と考えているんだというふうなことを述べております。で、このアメリカの台湾有事の論理というものがおかしなものであると私は思っているんですけれども、そのことの逐一批判することは省略します。で、問題なのは、これら台湾有事を煽っている、アメリカが煽っているわけですけれども、単に煽っているだけではなくて、具体的にこの台湾有事に備えて日米共同作戦計画というものが作られて、自衛隊が、日本の自衛隊が自動的に巻き込まれてしまう、こういう体制が作られつつあるということなんです。それが台湾有事の日米共同作戦と言われるものです。この日本とアメリカが共通にですね、有事を想定したシナリオを作っているということは、2021年の12月23日に、共同通信記者の石井さんという方がスクープをいたしました。それによりますと、海兵隊を使ってですね、遠征前方基地戦略 EABO、 EVO と言われる作戦を考えているようであります。で、まあ、解説しますと、米軍はですね、中国の艦船の行動を監視すると、
で、そのためにどうするかといえば、南西諸島にある40ほどの小さな島に海兵隊を小さく分けて分散配備する。そうしておいて、海兵隊が威嚇するためにですね、中国艦船に一発鉄砲でぶち込むということをすれば、中国側は反撃してくるだろうと。日本はこうした事態を重要影響事態というふうに宣言すれば、これの自衛隊は米軍の後方支援や兵員輸送や弾薬の提供を行うことができるとなっています。そしてさらに、中国と海兵隊の間で戦闘が激しくなってくると、米軍は南西諸島を移動し、本土へと移動しつつ、さらに戦線が拡大していくということになるでしょう。そして米軍に被害が出てくれば、日本は存立危機事態と宣言し、今度は集団的自衛権に基づいて米軍とともに中国と戦争する体制に入ります。さらに戦闘がエスカレートし、日本にある米軍基地から中国にミサイルをぶち込むというふうなことになれば、中国側はそれに応戦してくるでしょう。すると中国から日本にミサイルが撃ち込まれたということになりますので、すると日本は武力攻撃事態というのを宣言し、今度は日本自身の個別的自衛権に基づいて中国との全面戦争に突入していくということになります。そしてアメリカの海兵隊はもうグアムへ逃げ帰って、中国と日本が戦争するのを外から支援する、こういうふうなシナリオを考えているわけですね。安保法制の時に武力行使の三類型というものが出てきましたけれども、これが見事につながってアメリカの仕掛ける戦争に日本が自動的に参戦させられるという仕組みが出来上がっているというわけです。で、これに対して中国は、日本が南西諸島の武装化を何者にで行っているとか、日本がミサイルを発射する肝っ玉があったとしても、我々はそのミサイル基地を完全に廃人に帰するだけの実力があるんだということで、撃つなら撃ってみろというふうな言い方になっております。こういうふうな危険な動きを我々国民は知らないままに、ウクライナやイスラエルの戦争を見せられ、北朝鮮のミサイルが発射したという、そういうふうなことを煽ってですね、大軍拡に協力をさせられているというのが現状ではないかと思います。で、この大軍拡の動きというのは、沖縄や南西諸島といった我々から遠く離れたところの話だと思われるかもしれません。しかし実は様々な形で私たちの暮らしをすでに脅かしています。軍事費の問題は次のところで扱うことにして、ここでは地方自治体への様々な圧力が始まっている、強まっているということをお話ししたいと思います。まず第一は重要土地利用規制法です。自衛隊の基地や在日米軍基地のあるところでは、基地の周辺1キロメートル以内の土地を一般の人が利用する場合に、その利用が制限されるということが起こっております。ですから自由に土地や家屋を売買したり、建物を建てたりすることができない可能性があります。その詳細は地方自治体が問い合わせても、自衛隊はきちんと現状では回答しないということになっておりまして、どのようにどこまで何を規制するのかということが、防衛省の裁量で恣意的に拡大されていく、そういう危険性があります。そしてその次は自衛隊への若者の名簿提供問題です。
現在プライバシー権というものが人格憲法上の人格権と認められて、みだりに個人の住所や名前、性別、年齢などを本人の了解なく、第三者に提供することは許されないという状況になっています。ところが地方自治体が集めたその住民の情報、個人情報を、自衛隊がですね、隊員募集に必要だから渡してほしいと言って要求して、それに6割の地方自治体が提供しているという現実があります。これに対して本人の了解なく個人情報を提供するのはおかしいということで、福岡や兵庫、奈良でですね、裁判が起きております。第二次世界大戦の頃に、自治体、地方自治体は軍隊の下請け機関となって赤紙を配り、若者たちを戦争へ動員していくことに加担、してしまったわけです。で、再びそういうことを地方自治体が加担させられないように、私たちは地方自治体の動きを監視していかなければならないと思います。第3は、大型弾薬庫の建設です。防衛力整備計画では司令部の強靭化とともに130棟の大型弾薬庫の建設を進めようと計画しています。現在具体的には沖縄や鹿児島、大分、そして近畿では京都の放送の分屯地でもですね、弾薬庫の建設が進んでいます。特に大分では住宅地の真ん中に弾薬庫が作られようとしておりまして、住民の反対運動が進められています。また沖縄でも豊かな自然を潰して弾薬庫を作られようとしているので、反対運動が起きております。で、こうした地方自治体への圧力も以外にも愛国心教育の推進や、民間の空港や病院を軍事的に利用する、こういうふうな動きがじわじわと進んでおります。今後地方自治体はさまざまな形で、自衛隊からの、防衛省からの圧力を受けて下請け機関に、させようとする動きが強まっていくと思います。こうした動きに注意しなければならないと思います。第3章、大軍拡の財源問題。この岸田政権による大軍拡のための軍事費というものはどのように調達されるのか、そして誰がその費用を負担するのかという問題は大変重要な問題であるにもかかわらず、その全容は十分明らかになっておらず、議論もまだまだ不十分であります。したがってこの財源問題は無責任に放置されているのが大きな現状だと思います。少し歴史を振り返ってみます。この財源問題が議論されたその出発点になったのは2023年6月15日の参議院の財政金融委員会だと思います。ここでですね、防衛財源確保方法と言われる、そういう法案が審議されました。そして翌日の2023年6月16日参議院本会議で自民公明両党などの賛成多数でこの法案は可決され成立しました。ちなみに立憲民主党や維新の会などは増税が前提になっている法案だなどとして反対をいたしました。で、まずですね、確保すべき予算額の全体はいくらかということなんですけれども、先ほど5年間で43兆円と言いましたけれども、これは、以前の中期防衛力整備計画のお金をから上乗せする部分を考えると、それは
その前期の中期防衛力整備計画では 25.9 兆円のお金が使われたということです。ですからこれから防衛力整備計画を進めていくためにはそれに対して 17.1 兆円のお金を上乗せしていくということになりますから、新しく財源を調達しなければならないのは 17.1 兆円だということになるわけです。しかしこれはまだまだですね、曖昧な部分があります。先ほどもちょっと言いましたように、機関外歳出というものが 16.5 兆円あるということが見込まれておりますので、43兆円ではなく59.5 兆円、約60兆円の防衛予算をかき集めなければならない。でこの60兆円から、前年までの 前期までのですね、中期防衛力整備計画の 25.9 兆円を差し引くと不足額は 33.6 兆円になるんです。ですから不足額自体が 17.1 兆円だというのはこれは甘やかしでありまして、本来ならばもっとたくさんの お金が必要になるということでありますので、この資金調達すべき金額そのものも曖昧であるということが言えるかと思います。で、まあ、いずれにせよ 17.1 兆円 とりあえずだとしまして、それをどういうふうに調達するかについてはこの防衛財源、確保法では次のように考えているわけですね。まず5年間で 17.1 兆円というふうに立てて、税外収入で 4.6 兆円から5兆円強を作り出すと。でこの税外収入というのは税金以外の収入なんですけども、具体的には、財政投融資特別会計からひねり出したのが2000億円、それから外国為替資金特別会計から 1.2 兆円出す、それから病院を運営する独立行政法人から貯め込んでいるお金を746円を国庫に返納させる、それから国有財産を売却して 3.1 兆円を生み出す、まあ、こういうことで 4.6 兆円から5兆円を生み出そうということです。でこれをまあ貯めてですね、防衛力整備防衛力強化基金というものを作って、まあ、単年度ではなくて、いつでもお金を使えるようにしようという、まあ、こういう仕組みを考えています。それからその次に大きな柱は決算剰余金の活用で、3.5 兆円程度を生み出すと。これはですね、予算と決算の間に剰余金使い残したお金が出てくる場合がありますね。それをかき集めて5年間で 3.5 兆円程度を生み出そうということです。それから3番目にですね、歳出改革で3兆円強を生み出すと。これは予算を立てて毎年毎年やっていくわけですけれども、それをできるだけ絞り込んでですね、節約して工夫して歳出改革をして3兆円を生み出していこう、5年間で3兆円を生み出そうというわけです。この3つ、つまり、税外収入で、4.6 兆円、決算剰余金で 3.5 兆円、歳出改革で3兆円、この3つを合わせると11.1兆円から 13.5 兆円になります。で、これが先ほど言いました 17.1 兆円の目標に対してだとすると 3.6 から6兆円の不足が見込まれます。で、この不足分はどうするかということになれば、残りは増税である、税金であるというふうにならざるを得ないわけです。でそこでですね、いろいろ出て、議論が出てるんですね。ただし、政府は賢くて増税論議をしだすと、結局前に進まないので増税は延期すると、24年度以降
25年度以降ですねに話をするんだということで、まあ、逃げているわけですけども、上がっているものを言いますと、法人税とか、所得税、タバコ税といったものを増税するんだと。それから、東日本大震災の時に復興特別所得税というのを 2.1% かけてですね、これを2013年から2037年まで 2.1% 所得税に上乗せすると、源泉徴収すべき所得税に 2.1% 相当額を上乗せするということを決めているわけですね。この 2.1% のうち 1% を軍事費に流用するということを言ってます。そうすると、復興にかかるお金が減ってしまうわけですから、それを賄うためにこの2037年までの課税期間を延長すると、まあ、こんなことを言っております。それからもう一つですね、2023年度だけの措置として出てきたのが、建設国債で4343億円を使うという、そういう、調達するという、そういう案です。で、本来ですね、防衛費は公共事業ではないので、国債、建設国債を使うことはできないはずなんですけども、その防衛費の中に司令部を作るとか、司令部の建物を強靭化するとか、それから司令部を地下化してコンクリートで固めるという、そういう建築的な要素がありますので、この部分は防衛費と切り離してですね、建設国債で手当てするという、こういう発想です。で、こんなことをすればですね、建設国債、防衛費とは違う名目で建設国債という形で実質的に防衛予算を増やすことができるわけですね。まあ、そういうふうな手が今後、増えてくるかもしれない、まあ、この点は我々は、注意すべきだというふうに思います。まあ、こんなふうなですね、いろんな手を通じて、財源を確保するんだと言っているんですけども、問題点は何かというと、この税外収入は特別会計の剰余金を使うとか、それから決算剰余金は決算の余りを使うという、こういうことを言っているわけですけども、これらは、まあ、一回やってしまえばそこそこそうそう出てくるものではない。毎年毎年コンスタントに、これだけのお金が出るということが予測できるようなもの、つまり安定財源ではないわけです。それから歳出改革ももともときっちりと計算してやってるはずですから、そんなにそうそう出てくるはずがない。ですからこれも安定財源とは言えない。結局安定的に軍事費を着実に整備していこうということになれば、結局増税であります。増税の中でも、まあ、財界がいろいろ反対をするだろうから、結局消費税が狙われている。消費税は財源にされる可能性が高い。それから2番目は、財政のかなりの部分を食っているのは社会保障費だということで、社会保障費を削減してその余った分を軍事費に回せという、こういうことが当然出てくるわけです。で、どうなるかというと、社会保障の国民負担を増やしてやる、つまり国民の自己負担を増やして、それによって社会保障費を国庫から支出する社会保障費を減らして、でその余った分を軍事費に回すという、要するに増税と社会保障の引き下げ、これが、まあ、安定財源として考えられる。そして最後は、国債を発行して最終的には日銀で引き受けるという方法が考えられる。しかしこの国債の日銀引き受けというのは、太平洋戦争において軍事費が乱発された原因になったものでありまして、現在の財政法では禁じられているんですけども、アベノミクスの時にですね、
この国債を発行して日銀を引き受けるというようなことが事実上やられているので、これもですね、危険性があります。で、まあ、いろんなことを言いましたけれども、リアルに、実感してもらうためにですね、面白いデータがありましたので紹介しておきますと、1988年は消費税を導入する前の年でした。つまり消費税がゼロだったわけですね。で、現在消費税は 10% になってまして、で、この1988年と2021年の33年間の、まあ、家計を比較してやろうと、平均的な家計をの収入と手取りとを考えてみようというわけですね。そうすると33年前にですね、1988年の段階で世帯主の平均収入は474万円だったと。で、2021年には533万円になったので、59万円所得がアップしたということになります。ところがこの間ですね、直接税が 7.1% 上昇してます。それから社会保険料が37万円から78万円に41万円アップしてます。それから税社会保険料が90万円から135万円に45万円アップしてます。ということで、手取り収入が384万円から398万円に、まあ、14万円のアップということになります。で、これだけで終わったらまあいいんですけども、実は消費税が導入されて、どん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 引き上げられていったので、消費税は2021年の段階では年間32万円払っていると。そうすると消費税も込めて控除した後の手取り金額、所得はいくらになるかというと、1988年で384、2021年で366ですから、なんと33年経ってもですね、実質的な購買力というのは下がってるんですね。で、この庶民に負担を強いて、誰かが儲けてきたわけですけども、この庶民の負担を強いた最大の原因が消費税と社会保障関係の削減であります。つまり自己負担を増大させようということです。おそらくこの方向が今後20年30年と続いていけば防衛費の増大に使われるのではないか。消費税は 10% から 15%、 20% へと増大していくし、社会保険料の自己負担はどんどん増えていく、こういうことになっていくのではないかというふうに思っているわけであります。そしてもう一つ、カチンとくる腹の立つデータを見せますと、この1989年から2021年までに、法人所得、まあ、企業ですね、大企業と言っていいと思うんですね。中小企業はほとんど赤字なので、ほとんど法人所得税を払ってないと思うんですけども、大企業が、まあ、負担している法人所得の金額は46兆円から99兆円へと増えております。まあ、企業が大きくなって成長しているということですね。ところが法人税収、法人税、国庫に占める法人税の金額は19兆円から14兆円に減っているわけですね。なぜこんなことが起きるのかというと、それは法人税率が 40% から 23.2% に下げられたり、あるいはさまざまな減税措置を受けられる制度を作ってですね、大企業が税金を払わなく、法人税を払わなくていいような仕掛けをどんどん作ってきたわけです。で、結局こういうふうなことがやられているわけです。やられた裏側で消費税がどんどん上がっていって、結局庶民の暮らしを圧迫し、そして庶民の暮らしに直結する社会保障を自己負担に切り替えられていっている。その裏で法人税が、引き下げられている。こういうふうに負担の構造をぐーっと変えてきているわけです。で、このことが
やはり増税論議の前提としてですね、私たちは知っておかなければならないというふうに思います。要するに軍事費が増えれば増えるほど私たちの暮らしはますます厳しいものになっていくということは言えるんではないでしょうか。これはですね、証拠新聞に載っていたデータですけども、まあ、3つの大企業が政治献金をしていますね。で、国民政治協会へ出しているお金、これはまあ合法的なものですけども、それがこんだけあると。それに対して、例えばトヨタがその減税、本来払うべきお金を減税されているのはどれぐらいかというと5211億円になると。そうすると、献金額に対して減税額は1万倍以上になっているという、まあ、そういうデータなんですけども、まあ、こういうことがあるから企業、大企業は、政治献金をやめられないということになります。それによって私たちの負担構造、政治が歪められているということです。で、第4章、これからどうなる、どうするという話に移っていきます。まずですね、日本の平和主義というのは何だって、どこまで今来ているのかということを確認しておきたいと思います。集団的自衛権は行使しない、という考え方でだったんですけども、これは2014年の閣議決定で覆されました。海外派兵はしないということだったんですが、これは2015年の安保法制によって覆されました。専守防衛にとどまる、武器は必要最小限にとどまる、これは2022年の安保3文書で覆されました。相手の領域を直接攻撃したりする攻撃的兵器は持たない、これも2022年の安保3文書で覆されました。武器輸出の禁止、これは大きく転換されていますけれども、まだ少し生き延びているかなと、まあ、特別な例外に限って許すというふうな言い方になってますよね。まあ、三角形かなと。そして世界の平和に非軍事的な方法で貢献する、まあ、JICA とか経済支援とか、そういうふうなこともまだやっていますよね。ですから、まあ、またこれはまだ生きているかなと。それから核兵器は持たない、非核三原則を守る、これはまだ生きていると思います。このように日本の平和主義は一部は破れてボロボロの状態になっているというふうに言っていいと思います。核兵器の保有を除けばどんな侵略的兵器だって持つことができる、そういうような現状になってきております。で、こういう現状に対して元内閣法制局長官の坂田正弘さんはですね、次のように嘆いておられます。今回の国家安全保障戦略の改定によって憲法9条第2項は私文と化し、9条の規範性はほぼなくなってしまうことになるというふうに言われております。まあ、私の言い方で言えば、自衛隊はセルフディフェンスフォースからジャパニーズアーミー、日本軍へと変貌していったということなんだろうというふうに思います。で、この岸田大軍拡の問題点をここに整理しておきたいと思います。で、これは日本の防衛のためではなくて、アメリカの戦争に巻き込まれて日本が代理戦争をさせられる、そして戦場は日本になる、こういう危険性が高まってくるというふうに思います。そして戦争になれば限定的な戦闘にとどまらず、多数の国を巻き込んだ第三次世界大戦に発展する。なんせ中国と戦争するわけですから、これは第三次世界大戦に発展する危険性が大きくなると思います。そして、日本軍はアメリカのミサイル防衛戦略に深く食い込まれてですね、ますます米軍に従属していくことになると思います。そして日本の現在の経済力現状からしてですね、過度な軍備の拡大は格差と貧困をさらに拡大させ、
長期の経済停滞を引き起こしてしまうことになると思います。それからミサイルの開発の成功確率は 25% 程度で、開発のリスクは高いとされています。これは税金の無駄遣いになるのではないかと、その危険性が高いと思います。そして軍がどんどん肥大化し暴走していくことになるでしょう。そうなれば、かつてのように、民主主義を破壊する、そういう危険性、クーデターなどを引き起こす、そういう危険性が出てくるというふうに思います。で、次にですね、その戦争を誰が望んでいるのかと。私たちの ほとんどの人たちは戦争を望んでいないと思うんですけれども、戦争を望んでいる人がおるんですね。でそれがしかも、政策を動かすことができるような、状況になっている。これがアメリカの軍産複合体と言われているものです。まあ、詳しくは言いませんけれども、少しだけ見ておきます。でアメリカにはですね、軍人と言われる人が356万人で、文民で軍に関わる、まあ、国防総省のスタッフだとなどが130万人なので、国防関係の雇用者と言われるのは486万人になるわけですね。でこの486万人に軍事産業で働く人を412万人あるので、2つ合わせると約900万人になります。まあ、軍関係の人が900万人いると。でこれは総就業人口の 14% を占めているということです。でさらに失業者が 4% あるというふうに言われてますので、この 4% の人たちは、まあ、極端に言えばですね、戦争になっても食っていけた方がいいと思っている人もいるでしょうね。まあ、そういう意味で潜在的な影響、戦争への関心の高い、戦争を肯定する可能性の高い人だと考えてやると、18% になります。で、それの家族や、さらにもですね、科学技術予算も国防関係でお金が回ってくるという人が多いわけですね。まあ、そういうふうなことを考えると、約 20% の有権者がですね、この軍備、アメリカの戦争に影響を受けているというふうに考えられる。で、ですから非常に大きな政治勢力になっているというわけですね。ところがこの人たちはですね、アメリカの軍事費の動きを見ると、ブッシュ政権の時には軍事費がどんどん上がっていったわけですね。ところが2012年ぐらいからですね、オバマ政権になって、オバマは軍縮を、やるわけです。そうするとオバマ軍縮の時には軍費がどんどん減っていくということになりますので、俺たちの雇用はどうなるんだ、俺たちの仕事はどうなるんだというふうなことで、戦争を求める、そういう声が出てくるでしょう。実は中国脅威論が出てきたのはこの頃なんですね。でその頃ちょうど中東地域をほぼ落ち着いてきて、アフガニスタンから撤兵するというふうなこともあってですね、中東でその武器が売れるというのはどんどん減ってきたわけです。そこで今度は中国だと、中国はアメリカを追い抜こうとしている。でこの中国と戦うという大義名分を立ててやれば、武器が売れるだろう。で中国と戦うのも、アメリカと中国が全面戦争するのはそれは大変だろうから、日本と戦わせてやろうと、こういうシナリオがですね、次第にアメリカでできてきたんではないかなというふうに思います。で、次にですね、中国とアメリカ、そして日本が戦うことになるであろう可能性が高いのは台湾有事ですよね。じゃあ台湾の人たちはどう考えているのかということで、2022年に台湾政府が世論調査をした。そうしてですね、その結果を大雑把に言いますと、速やかに独立せよと、台湾独立して中国から独立せよというのが 7.7%、 速やかに中国と一緒になれと言っているのが 1.7% です。で圧倒的多数、つまり 86.3% の人は
今のままで考えていこうと、とりあえず今のままでいいじゃないかということ を言ってはるわけですね、言ってるわけですね。 ですから決してですね、ことを構え、中国とことを構えるという人はそんなに多くないわけですね。でよく考えてみると、TSMC という半導体の世界一の産業が台湾にあるわけですけれども、その半導体産業、中国の TSMC が成功したのは中国にサプライチェーンを持っているからです。中国の安い労働力を使って優秀な商品を安く作れたから、台湾の TSMC は大きくなれたわけですね。その中国を攻撃してですね、まあ得になることはないと思うわけです。まあことほどさようにですね、台湾の人たちは中国に対していろんな思いがあるでしょうけども、ことを構えようとなんて思ってないわけです。それを煽って中国が攻めてくるぞ、攻めてくるぞ、アメリカ助けに行くぞと言ってるのはもうアメリカだけです。そして儲けるのはアメリカの軍事産業なんですよ。そういう構造を私たちはちゃんと理解しておく必要がある。そしてもう一つ、日本にとって大事なことはですね、日本と中国の外交関係の到達点というものを踏まえるべきだということですね。で、日本と中国はかつて戦争をしまして、たくさんの生命財産を奪った。それに対する戦後賠償の問題が起こったわけですけども、中国は田中角栄と周恩来が会談してですね、次のようなことを決めたわけですね。で、周恩来は我々は賠償金を要求しませんと、もう過去のことは水に流して前を向いて頑張りましょうと言ったわけ。ただしその時に、中国は一つですよと、二つの中国があるんではない、一つの中国なんですよということを日本は認めてほしいと言ったわけで、日本の田中角栄は認めましょうと言ったわけです。ですから日本政府は台湾の問題は中国の国内問題である、中国は一つなんだから、台湾の問題がいろいろ人権問題があったとしても、それは中国が解決すべき問題ですよという立場を我々は取りますよということになっているわけです。もし、我々が台湾に介入してですね、台湾の人たちの民主主義を守れなんて言うんだったら、中国政府はそれだったらもう賠償金をもらおうかという話に、まあ実際にはそんなこと言うとは思わないですけども、そういう問題になりかねない。だから私たちは そこから出発する のだということを考えて、この問題を考えていく必要があるということですね。で、最後に、これが面白いんですけども、日本の外務省がですね、日本の平和と安全が守られているのはどういう要因によると思いますかということを聞いてるわけですね。で、なんとですね、平和憲法が日本の平和と安全を守る最大の理由だというのが 64%、 アメリカとの同盟関係だというのが 51%、 非核三原則があるからだというのが 46% ということで、日本の人々は、その日米同盟よりも平和憲法によって私たちは平和に暮らしてきたというふうに考えているということが、まあ、出てるわけです。これは日本の戦後民主主義の平和主義というものがですね、やはりちゃんと定着してきているということだというふうに思います。ですから戦争をやるしかない、軍備増強にやるしかない、中国と戦うしかないなんて思ってる人はやはり少数派であるということを私たちは肝に銘じてですね、今こそ憲法を改悪して、大軍拡を合法化しようという集団的自衛権の行使、海外に出て行って戦争することを合憲化しよう、そういう動きに対して歯止めをかける、もう最後のチャンスがこの今だと、この 1,2 年だというふうに思います。特にですね、今まで選挙に行ったことのない若者、こういった人たちを巻き込んで投票率を上げて、憲法を変えるな、9条を守れ、この声をですね、全国津々浦々に広げていく、
今こそ球場の会の出番であるというふうに思います。ぜひ頑張っていきたいと思います。今日十分お話ができなかったことは YouTube にアップしておりますので、 QR コードを読み込んで見てください。以上です。